はい、こんばんは、トイヌソです。よし、今日はちょっとね、今日こう初めてだね、リスナーさんから情報提供いただいて、ちょっと行ってきてくれと。まったく、勘弁して、すごい広いな。で、ちょっとね、悲しいんだけど、バッテリーが40分しか今日持たない。っていうのも昨日あの心霊スポット動画流してる最中に充電し忘れました。どこだここ、クソでっかい湖がある公園なんだよね。地図がないかな。とりあえず行くか。ああ、なるほどね。こんな感じのあれか。やばい、明るくていいな。ちょっとこれは明るくて素晴らしいぞ今日は。なんだあそこ、あ、行ってみるか。何？ひよこみたいな声がして今。うわ、今日月綺麗だぞ。まだカイザームーンではないね。やばい、ひよこみたいな音がする。ピヨピヨって、ピヨピヨってかっこいいじゃん。やめてくれ、うるせえな、やめてよ。あ、ここか、あの橋って。ここ渡ってくれっつったとこな。ちょっとごめんね、あのね、照明の位置がちょっとね、まだ設定がうまくできてなくて、上のウィンドジャマーにね、ちょっとかぶっちゃうっつうか、光が反射しちゃってね、白く映っちゃうのよ。ちょっとあとでね、調整しとくから。ここか、公園の中の橋って。これ明るすぎる。これ消してもいいんじゃねえかな。サブライトも1個だけでいきます。こっちのライト消すわ。あ、くれな、こっちだけつけるわ。やばい、怖っ。え、ここの橋渡っていいんだよ。なんかミシミシ言って、え、アヒルがいるかな。
ここら橋渡っていいんだよね。なるほど。ちょっとごめん、ライト単品で持つわ。外す。ちょっと失礼。確実。俺の設定ミスです。これセッティングミスです。よし行こう。このライト眩しすぎるな。やべえ、超カメラから軽い。魚かなんかいるんかな。ボケちゃうな。うるせえなマジで。ピー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 勘弁してくれよ。やっちゃったな。マジで充電やっちゃったな。今日は珍しくこっち行くか。首都高乗り継いで関越乗ってこっちまで来たのに。
ちのあれか違うか。なんかここ橋停電してるとなんか向こうから歩いてくるみたいな話があるみたいだけど、んな別になんかそんな雰囲気ではないわな。鳥がピー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 うるせえしさ、いってちょっとこれまずくね。これ一周してきてくれって言ったけど、これ一周何キロあるんだよ。これヘッドライトが明るいんか。あれ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 、これ悲鳴が聞こえる類の噂があるところらしいんだけど、いて、この鳥の類じゃねえの声。多分ね、向こう側からぐるっと一周するじゃん。一周して向こうの見えるかな、この電気が湖面にちょっと反射してると思うんだけど、そこからまた向こうに戻り、さらにまた向こうぐるっと一周、多分1時間ぐらいかかるかな、ちょっとわかんないけど。まずい、あと23分しかない時間が。23分か、15、20、はあ、戻るわ。こんだけしかもう時間がないんで、ちょっとその言われてるこの橋のあたり映した方がまだいいような、くだらんとこぐるぐるしてないで、もう一個もう一回充電してからここ来るね。場所は分かったから、おかしいな、なんで充電してなかったんか、やっぱ昨日。確かに放送にカメラ出しっぱなしでしたもんな。なんか池一周するとなんだっけ、八丁湖みたいな変な噂があるんでしょ。人がついてくるんだっけここは確か。あ、それやってほしいって。ここの付近なのかな、リスナーさんは。ツイッターの方の DM でちょっと場所行き方全部教えてもらって、頼まれたからにはやんなくっちゃな。
や、水ねえじゃんこっち。あ、あるん、あ、ここだけ干上がってるんだ。なるほどなるほど。まだ一周してないけどね、おじさんがちょっと走ってきたわけね。おかしいな、一周する前に人が走ってきちゃったよ。これ向こうから来たんだよな。なんか神社があるらしいんだけど、ちょっとわかんないかな。いや、やめろってビビるから、マジで。え？勘弁してくれよ。何かいる人か、あれ。電気つけるね。猫か、反射して光ってたかのように見えたけど、いや、ちょっと嫌だな。こっちちょっと気持ち、なんか暗くなってきて怖くなってきたな。東屋みたいなもんか。
本屋か、さっきの。ここトイレだね。ここトイレ。こっちにも行けるな。広すぎて、なんかフォーカス合わねえんだよな。異様に広い、ここ広すぎるね。車来た。さっき俺がそこから来たとこだね。なんか人の声したな。はいはいはい、こっちの道に行けばいいのな、要は。なるほどなるほど。はあ、これもう一回来るまでもなさそうだな。別に外の対岸側の池の周り歩ってもいいけど、ちょっとそこまで、そこまでなんかおーみたいな感じのじゃないね。
確かに橋のところはちょっとね、ちょっと珍しいかもしれないけど、公園の中でなんでっけ橋をずーって、公園のここのでっかい池、なんとか沼ってらしいんだけど、そこを横断するようにね、ああいう風に立ってるのはちょっと珍しいけどね。まあ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 、初めて来る分だから全然いいけどね。あと7分ぐらいでバッテリーが終わっちゃうな。今日は帰ったらすぐ充電しますんで。ここの橋な。ここのちょっと言われをもうちょっと知りたいかな。いつもはもっとなんか水が結構あるような話をしたけど、まあこんなもんかな。OK 帰りましょう。リスナーさんがこうやって毎回情報をくれるのは本当ありがたいことでね。この情報をくれたリスナーさんは結構優しい人だからね。俺がね、山とか勘弁してくれと、たまには明るいところにしてくれって言うとね、こういう少し明るいところの情報を持ってきてくれるからね。はい。で、明日はちょっとまあ俺の行きたい場所ね、行きたい場所、まあ3度目になるかな。映像としては初めてかもしれないけど、生放送では2回行ってるかの場所に行くんでね、楽しみにしててください。まあまあ綺麗な公園だね。はい、よいしょ。お疲れ様です。じゃあね、帰るよ、せんちゃん。